ナイジェリアでの、悲しい出来事をお伝えします。1月10日、昼過ぎ、商人や買い物客で賑わっていた。ナイジェリア北東部、ボルノ州の州都マイブグリの市場で、10歳ぐらいの女の子が、自爆しました。警察当局によりますと、近くに、居合わせた、19人が死亡、18人が負傷しました。10歳といえば、小学生。友達と仲良く遊んだり、勉強をして、健やかに育っているはずの、小学生が自爆しました。きっと、あどけなさも残っていたに違いない。そして、未来のある少女が、なぜ、自爆したのでしょうか？未来を作ることのできる子供だけは、紛争やテロに、巻き込んでほしくないと思います。そんな、悲しい出来事が、この1月10日に起こりました。以上、ナイジェリアの少女、自爆、の話題をお伝えしました。